皆さんこんにちはベネッセの浅野と申します、えー、数学のお話を、えー、していきたいと思います今見ていただいているのは、えー、平成30年度、えー、そして31年度の数学の、えー、入試における得点分布になります大きな山の形はそんなに変わりませんまあ大体60点から70点台くらいの受験生が多いということなんですが、えー、31年度と30年度と比べて 圧倒的に違う場所が一箇所あります。で、これは何かというと、八十点以上の割合が三十一年度はかなり減ってきているということなんですね。で、どうしてこういう現象が起きているのかと言いますと、はい、こちらが三十一年度の回答用紙、回答ですね、なります。で、印をつけて置いた場所がこれが正答率四十パーセント未満の問題ということになります。 まあ比較的難しい問題ということで、まあ、中にはですね、一点九パーセントの問題とか、ね、五点二パーセントの問題とかあるわけです。けれども、こういった難易度の高い問題。これがかなり数を占めてくるようになりましたので、なかなか八割以上が取れない、ということになります。実際に、この五問ですね。配点を全部合計していきますと、二十七点があります。もし、これが全部できなかったと仮定しますと。 百点満点から二十七点を引いて、もう七十三点が限界になってしまうとね、こういうことが背景にあるわけです。さあ、そんなわけで、正答率が低めの問題、少し例を出してみていきたいと思います。まず一つはですね、都立入試のダイモンの二番ですね。ここはですね、結構長い文章が出てきます。で、この問題かいつまんで言いますと。 正方形の形をですねこれをこう下につなげていくねこういう問題なんですけれども説明してある文章が長いわけですねだからまずこれを正確に読み取らないといけないでここからルールをちゃんと理解してもらわないといけないとこういうことになります今回は私の方でかいつまんで説明をしてしまいますがここで言っているルールというのは正方形を下にこう重ねていくわけですけれどもその時に 対角線の交点と、えー、次の正方形の一番先端が重なるようにして下の方へ向かって並べていくと、こういうことになります。でこの時に周りの長さ、ね、えー、これが問われています。えー、この問題においては一辺が A センチとねいうことになっています。さあ、具体的にということですが、こういった問題で非常に重要なのは、自分の手で、 書いてみるってことなんですね。あの書くのめんどくさいよっていうね、えー、人も多いかもしれませんが、数学はですねぜひこの書いてみるっていうね、えー、ことがすごく重要なポイントになります。えー、例えば正方形を2個つなげたときには、えー、ここにあるような形になって、で長さを調べていくと上の方で1辺が a センチ、反対側も a センチで下も同じですね a と a と。じゃあ真ん中はどうなるんだろうというと。 赤いところ赤いところは一、えー、つ分がですね、正方形一辺の半分になりますから赤を2個合わせると A とこういう形になります。で、右も同じとということは周りの長さは A が全部で1234566個ありますので 6A ということでわかります。で、同様にして、えー、正方形が3個つなが個なったらどうなるのかなということで書いてみると、えー、今度は A が8個だから 8A とね。まあただ実はこの 6A と 8A というのは問題文の中に書いてあります。ここでポイントになってくるのはどういう増え方をしてくるのかなってことなんです。いやつまり緑のところ上と下というのはいつも変わらないね。ですけれども真ん中にあるこの A の部分ね赤いところこれが正方形の数が増えるごとに1個増えると 2A 増えていくと。 ね、真ん中が増えていくんだよっていうルールをつかんでいくこれがポイントになってきますでこのことがわかると問題も解けてきますしそしてこの後に二問目の問題がね記述の問題がありますがそこにもつながってきます今度はですね円を下に向かってねこうつなげていくそういう問題になりますこれはちょっとですね問題文の図も小さいので 自分でこうちゃんと書き直してみてどういう状態になっているのかとねえ中心の角は何度なんだろうというところをちゃんと見ていかないと解くこととは難しいと思い思ますえその上で先ほどつかんだえールールですねえ上下は変わらないけども真ん中が増えていくとねえいうことを活用して具体的な計算をしていくで途中過程を記述で示すとこういう形になっていきます。ままとめますけれども えー、中学生の数学、高校入試の数学は、えー、書いてみるとね、どういう状態なのか自分で書いてみるというところが重要なポイントになります。さあもう一問ご紹介したいと思います。今度は関数の問題ですね。で、ちょっと、えー、今時の都立高校入試の正答率ね、えー、まあ裏返すとこれは問題の難易度っていうねことにもなりますけれども、これを紹介しておきたいというふうに思います。 えー、今ご覧いただいている左の下に、えー、この大門3の正答率が載っています1問目と2問目と3問目3問があるわけですが最初の問題はこれものすごい基本的な問題です、ねえー、もうすごい短時間で答えが出ちゃう問題、ね、正答率も高いですね87.5%に、ね、なっていますがこれがですね3問目になってくると正答率12.4%結構難しい問題になります。 こういう難しい問題にもちょっと手をつけていってその中からいくつかは正解をしていかないと八十点以上取ることは難しいということになってきますこの問題においては今図で見ていただいている青い三角形の面積が緑の三角形の面積の二倍になるときというこういう条件があります青い三角形はそれほど難しくありませんが 皆さんこの緑の三角形ねえなんだかおかしな場所にありますね。どっち向いてるのかよくわからないしこれは何でしょうどこを底辺にしてどこを高さにすると面積が出るのかなえすごく疑問に思う人が多いんじゃないかなと思います。いくつか考え方がありますえまあ作戦 ABC とねえ書きましたけれどもまず左上の作戦 A これは 周りを赤い長方形で囲んであげて、で、えー、隅っこにある三つの直角三角形の面積を引いたら真ん中の緑が出ると、こういう作戦です。えー、考え方的には割とわかりやすいですけれども、計算がすごく大変なんですねこれね。作戦 B は赤い三角形から黄色い三角形を引いてあげて緑を出すと、こういうやり方です。えー、実は計算が一番楽になるのは。 作戦の C なんです、えー、平行線を引っ張って透析変形を使って緑の三角形を赤い三角形に形を変えるとねで面積を出していくこれだと一発で答えが出てきますまあ、ただどういうやり方を使ったらいいのかというのは、えー、問題によっても結構変わってきます、えー、ですので皆さんには、えー、特に中学校一年生二年生、えー、うちにはいろんな考え方 えー、一つじゃなくていろんな同じ問題を解くのでもいろんな考え方を身につけてほしいというふうに、えー、思います、えー、数学のまとめをしていきます、えー、計算力、えー、これは計算問題だけではなく関数や図形にも影響してきますね。計算力を確実にしていきましょうと、えー、そして2番と3番に、えー、書きましたけれども数学は何と言っても書くっていうね,ねことが重要になってきます えー、今日お話しはしませんでしたが例えば確率の問題、ね、大小2つのサイコロを投げる、えー、こういう時は 6×6 の表を書くで書いてチェックしていくと、ね、いうことがすごく重要になってきます。えー、そして4番にありますが一、えー、つの問題を解く時にいろいろな考え方、ね、このやり方でも解けるなっていういろんな考え方を皆さんには低学年のうちから身につけてほしいというふうに思います。 はい、では数学のお話は以上になりますが、他の教科についてもお話をしていきますので、ぜひ動画の方を見ていただければと思います。語彙を古風にしていくということが重要になってきます。言葉というのは使い方をセットにして覚える。ベネッセ。